最高速度が50キロに制限されています。また雪のためおよそ200キロ先の陽信越道陽越高田インターから陽信越道九州中野インターまでの区間が最高速度が50キロに制限されています。またここでラジオ放送を中断してネクスコ東日本よりお知らせします。走行中のお客様にお知らせします。トンネルの先では雪が降っています。このため全車両をパーキングに誘導し注意喚起を行っています。標識に従って前方に注意して走行してください。現在の道路情報をお知らせします。新潟方向へ走行中の方へのお知らせです。速度規制情報です。雪のためこの先の関越道西大パーキングエリアから関越道を八王子インターまでの区間が最高速度が50キロに制限されています。また雪のためおよそ200キロ先の上信越道上越高田インターから上信越道中野インターまでの区間が最高速度が50キロに制限されています。また雪のためおよそ200キロ先の関越道津川インターまでの区間は最高速度が50キロに制限されています。関越ラジオ関越チャンネルのお客様